アルカディア平原は火山の溶岩流でできた火星の平原である。1882年にジョバンニスキアパレッリが古代ニリシアのアルカディア地方にちなんで命名した。タルシス周辺地域の標高図。アルカディア平原は画像左上の領域である。形成はアマゾニア大に遡るが、より最近形成された周氷河地形に由来する。 大きな風植領域も含む。北半球の低地のタルシスの北西に位置し、北緯40度から60度、西経150度から180度に広がる。中心は、北緯46度42分統計192度00、分、北緯46.7度統計192.0度、46.7192.0である。アルカディア平原は、 北のまばらに形成された地形から南の非常に古く形成された地形への遷に地域に位置する。東はアルバパテラに続いている。側地形からの標高は 0km とマイナス 3km の間である。アルカディア平原の低地の多くでは溝や尾根が見られる。これらは地表近くが移動していることを示し、地層に近くにある水の凍結と誘拐によって、 地表近くの土壌が非常にゆっくりと移動している地球の地形の特徴と似ている。この事実は火星のこの地域の地表近くに氷が存在しているという説を支持する。この地域は将来の火星探査の対象地域として興味を持たれている。アールグリーリー、アルカディアプラニーティア URL アクセスとジュライ31-2006ありがとうございます。